今日は119ページについてお話しします。誘導瞑想は何度もやりなさいということが書いてありますよね。あなたが例えば20歳だとします。そうすると6歳ぐらいに作られた思考回路は14年使っているということになります。あなたがもし30歳だとしたら、それは24年使っているということになりますよね。つまり年齢が上がれば上がるほど、どんどんとその6歳の回路を使ってきた年数が長いので、それだけ凝り固まったものになり、直すのが難しくなります。つまり時間がかかるわけですね。ですからできるだけ早く、そしてたくさんやった方がいいということです。しかも年齢が高くなると他の考えもいろいろ入ってきます。一つの考えに対していろいろ絡んでくるんですね。ですから一つ直そうとしても、でもでもが始まってなかなか直せなくなります。つまり20歳の時に直そうとするのと60歳の時に直そうとするのでは、単純に年齢引く6の年数でその思いができているわけではなくて、60歳の方がいろいろと膨れ上がっているということになります。ですからあなたが本当に自分を変えたいならば、できるだけ早く行動した方がいいということですよね。そして年齢の高い方はできればしょっちゅう誘導瞑想やアファメーションをやってくださいね。その方がずっと効率いいんです。例えばマラソンでも42キロ全部一度に走るから価値があるのであって、6キロを7回走ってもそれは誰でもできることなので、あまり価値がありませんよね。ということで思い切ってずっと長い時間を一度にかけてみるということもおすすめですよ。ぜひ修正をしっかりやってくださいね。ではまた次回。